私の名前は石川陽子です。現在65歳です。お料理教室の先生をしております。7年前に、パーキンソン病だということを診断されました。周りから取り残されるんじゃないかという不安にずっと毎日思っておりました。これからずっと一緒に働けるかっていうのがすごく不安でした。エイプリルっていうデバイスに出会って、その素晴らしい機器があるっていうのは驚きでした。すごく前と同じような自分になれたところにとても喜びを持っています。皆さんと一緒に楽しくやっている自分が今あることにとても幸せだと思っています。本当すべての人にセカンドチャンスがあると思います。